誠司がお届けする物語は、黒バラスピンオフ作品。もう期待値とか、もう勝ったら負けだな、全部度外視。フィーリングと適当なルールと適当な立ち回りで楽しくスロット打ちたいと思います。これが誠司流黒バラアナザーストーリー。おどす、思い立ったら打ってみよう。黒バラアナザーストーリー。黒バラ軍団リーダーの誠司です。そして皆様、新年明けましておめでとうございます。2015年はこの番組も始まって大変お世話になりました。今回で3話目ですかね。2016年になりまして、今年も、黒バラアナザーストーリー、ひいては誠司をよろしくお願いいたします。今日は12月31日、あげてませんね。12月31日ですよ。なぜだと仕事納めは9年の数時間前までですよね。え、幸せだな本当に。みんな顔がキラッキラしてた、ね、え。前回、自分で振っといてなんですが、いやルールを作ってしまったので、今回の黒バラアンザーストーリーはバラエティ縛り、ね、でもこちらのデモさん、バラエティ機種が豊富なんでね、ちょっと楽しみです。うん、向かい合ってる島全部ほぼまあ同じ台も、1台で何台かっていう台もありますけど、ほぼほぼ1台ずつこう種類がね豊富にありますので、今日はね、まあ年明けてますけど、実時間と考えて、2015年ラストうつちらかすね。店舗さんの様子を朝一ちょっと確認していきたいと思います。まあ、まずこの、まあ、1000コレなんですけど、キラキラなく、なんと0ゲームなんですけど172コレ残ったまんまなんで、まあバラエティコーナーは据え目いいんじゃないかなと思いますよ。で、僕が朝取ったベヨネッタですけど、あ、昨日いいぞ意外と、あれ落とせるもちょっといいぞ本当に。先行でどうなんだろう、そんなに悪くないですよ。なんか一撃来てで172、これでまあ末ですね。他も見てみますか。末だとしたらいいんじゃないか。あ、新しめ龍が如く、ああちょっと一撃だなこれは。ああ、新しめって言ったらデビルマン、ああデビルマンも悪くないぞ、デビルマン悪くない。あー、飛砲伝がいっぱい、飛砲伝やりたい。打ったことないですよ飛砲伝、まだ打ってない飛砲伝。でも今日バラエティまあまあ、でもおそらく、北とバジーぐらいのメイン島はリセがかかっていて、まあでも台数それでも多めのジャグラーとかでもまあA タイプ末で状況の方が多いんじゃないかなと思いますね。まだ何とも言えないですけど、だからまあその台数多くてこちら店舗で押してる北斗だったりバジだったりっていうのは利せかけつつも、末が今日に関しては多めなんじゃないかなという感じですかね。ベヨネッタいけんじゃない、あのグラフ。じゃあ今日はバラエティコーナーベヨネッタから行きたいと思います。漏れなく初打ち AT の初当たりがまあもちろん設定差があり、設定6だと180分の1ぐらいで結構軽いんですね。で1で確か200台後半270いくつとかで AT 来る中、まあ、おお
おー、なんか引いたぞ。リールロック、リールロック、やべ、リールロックした途端バーガラが見えねえ。これか、スイカだ、スイカ、スイカ、これか。なんとかスイカ引けた、8ゲーム。まあこの白いクライマックスの文字が見えないっすね。おお、またリールロック、踊りましょ、スイカや。まずここ、ああ、おせっさけど、チャンス目っすね、これ。チャンス目から23ゲーム8点。やべえ、ゲートが閉まっちまう、急がれると。なんだよあれは。何、このゲートをくぐれば大当たりみたいな、そんな感じ。マジかよ、くそ、やつはやりすぎだぜ。ミサイル撃ってきよった。あれ、ダメだったってこと。あ、ダメなんだ、チャンス目避難に。お、でもこれがもう、誰かこの黒いのが3つ揃うとバトル目ってやつで、バトル目揃うとまあチャンスゾーン、バトルに勝てば大当たり、 AT 確定っていうね。おい、また引いた。おい、引くな、リールロックってこんな出るもんなの。あれ、揃うんじゃない、バトル目揃わないんだ、リールロックして揃わないんだ、怖っ。まあチャンス名がね作用して、今この状態でなんとなく煽りも着せずって感じだと思うんですけど、まあ、それでバトル名降格ステージってのがあって、まあそこで入ったら突入当初の10ゲームは 67% でバトル。おー、引いた、これがバトル名か。ジョイ、ジョイに勝てばいいんだ。これが敵の、体力メーターで、これが自分ので、さあ始めましょう。で、そうですね、このベルメが一直線にどっか揃うとここが減っていって、全部減らせばバトル勝利。それをこの自分のライフ3ゲーム中に引き続けないとダメだってことですね。ほら来い、ほら来い、スイ、いけないよ、クラットル、クラットル、クラットル。あ、そうか、これだとダメなんだ、これだとダメなんだ。うっそー、せっかく揃ったのに、早々に当たるかと一瞬興奮してしまった。おー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 おお、何が起きた、何が起きた、お、怖い、初打ちだから怖い、何が起きてんだよ。はい、おお、おお、ないの、この辺捨てないの。あ、これは、あ、ここだ。バトル名降格ステージで、ここに突入して、とりあえず10ゲームは確実にバトル効果がついて、その後10ゲーム以降降格が続くかを 67%ループで抽選してるとのことです。さあ踊りましょ。おー、レアグだ、めっちゃ踊っ、お前の踊りがうるさくてリールが見えない。ここか、ここだ、チャンス目引いたぞ、降格中に。エスケープミッション、溶岩岩から脱出しよう。おお、おお、おお、乗るの、これに乗るの。避けた、出口はどこかしら。結構のんきだな、まあまあな状況だと思うけど。見えたわ、あそこ。どういうこと、もう属性が多すぎてツッコミどこ満載だよ。ダメなんだ、ダメなんだ。ほら来たよ、
よし、バトミヒーター、またジョイ、我が永遠のライバルジョイ、こんな潜在野郎はぶっ飛ばしてやりましょう。ほら来い、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 マジか、やべえ、ぶん回してきた。ああ、もうダメじゃん、余計な晴れ、ああ、食らってるのはダメっぽいな。うわー、ダメダメ、出た出た、あー、これ転倒してほしい。確かこの宝石は残り2個かなくらいでこの演出になって、ここでこのタイトルが転倒すれば、あれ、おー、いった、これで、クライマックスバトルと同じようなこの弾丸での抽選で、で熱いとこ引けばもう一回バトル復帰と。頼みます、あと4回、ほら来い、ほら来い、ほら来い、よし、よっしゃ、再バトル、しかもこのダメージは継続っていうね、素晴らしい。始めましょう、勝つしかないでしょ、ほら来い、ほら来い、ほら来い、リップはいらない、マジか、ほんと引けないね、またあんのこれ、終わっちゃった、うわ、超チャンスだったんじゃないの今の、あー、ちゃんめ引いた、いただいておく遅いよ、今超引けんのに、今リプレイやたら引いてますけど、ちなみに天井はリプレイが222回だった。ゲーム数1600ゲーム、絶対行きたくない、足置き、お、なんかリールがブレてるけど、あ、ここ、もしや、おお、おお、おお、ジョイ、ジョイの方がいいね、あー、ダメだった、よー、入るね、これ高設定じゃない、マジでこんなに入るもんなの、もう無心で行く、無心で、はい、来い、おいおいおい、はい、来い、はい、はい、はい、おお、無心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 で行く、もうどんどん来い、もう何も考えない、ぶん回す、あー、スイカだった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 、ここ、はい、あと1個、無心、無心、無心です、あれ、あれ、熱くないこの演出、よし、オーケー、140ゲーム、余裕です、チャンスオンで大当たり、高設定じゃないこれ、発散さー、やだ、右、中、あー、そ、え、これなんだ、そろうまで見えないんだ、右、左、中、すげーの出てきた、髪の毛で、お、お、おー、赤七ビッグ、ビッグチャンス、オッケー、楽しくなってきた、で、このビッグチャンスが20ゲームのうちに、要は異色で揃った化けのようなクライマックスバトルっていうのを抽選してて、この20ゲーム中にそれを引いてバトルを継続させて手玉を増やすと、だからビッグ引いてもクライマックスバトルっていうのに入れないという意味がない、さあ頑張ろう、でそのバトル抽選はこのさっきのチャンスオンと同じようにバトル名で突入ということですね、来たよ来たよ来た、大丈夫か、残り10ゲーム、マジか、1回も揃わないぞ、終わるぞこれ、ラスト、もう本当のやつです、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 うわー、出た、終わり、終わった、
67枚で終わった。右左よし。え、なんかボタンが紫色だけど、なんか関係あるのか。なにこれ。おお、この赤7の継続率でも設定1で 10% とか設定6で 20% とか、確か設定差あるとこっすよ。10ゲームまだある。いやー引きたい、お願いマジで。よし分かった、さっきのバトルみたいにね、これは無心でぶんます。では無心がいいと思う。中断でよかった。無心だね。今日は無心。よし行ったろ。お、黄金の本がいいのかな一番。右、左、よし。赤色、ドン。ああ、期待度3、サピエンチア。でまずは。この5回の弾丸質分の攻撃で、継続子役とかでの継続抽選をして、でその後はこの5ゲーム終わったら本バトルになって、そこはもう継続率勝負と。だまあ理想はこの5ゲームで何か引けて継続を最初に確定させた方がいいってことらしいです。だからこの弾丸の色が青なんでね、これはまあこのゲームはちょっと期待したい。青弾丸来たよ、青弾丸。おお、にゃーちゃん、にゃーちゃん、あ、にゃーちゃんに化けてたんだ。よし、おお、チャンス名か、ボタンが青。おー、でバトル準備運動はこれくらいにしときましょう。いいっすよ。あー、なんか左中、髪の毛縛ってるよ、髪の毛縛っとる。なるほどね、これでこのバトルは継続確定ってことですね。でここで攻撃で敵が倒れると、このセット数の上乗せを抽選してる赤7を揃えるチャンスがもらえると。あんま聞いてねえな、聞かないそうです。なかなか硬いじゃない。なかなか硬いわね。行くわよ。中、左、よし。ああ、何にもない。ノーマル弾丸オンリー。まあ、ちなみにこのサピエンなんとか相手だと継続率は 70% 以上。70% はもう一回ぐらいいけるっしょ。くい。めっちゃ強い攻撃来た、これ俺ダメな攻撃じゃない。70%すでに転落。頑張れテオネッタは俺の嫁。おー、やられた。嘘、まだ押してないのにやられた。そういうもんか。俺の嫁は復活するネッタ。終わった終わった。さあ2連184枚。うわー、ラスト1ゲーム、もう一回引きゃいいんでしょここで。無心無心、終わった、普通に終わった。あー、マックスベッドが赤い、これが普通なんだね。なるほど、難しいねこれ。大量出玉には相当の引きが必要だ。まあここでまだねバトル降格したとってことだよね。ここでもう一回バトルすりゃいいんすよ。まあ結構引いたから面白かった。まあ分かんないですけどね、ちょっと一回周り見ましょうか。ただまあちょっとねベヨネッタいい感じで、まあなんかねもうちょっと打ってもいいかなと思うんですけど、
まあでもこのグラフの結果を踏襲するのはいいことかなと。前日ね明らかに良さげなんで、だまあバラエティコーナーに関しては末メインだと仮定して前日良さげな台。ビンゴとか怖っ。うわー仕事に打っちゃう、楽しいから。前回のリベンジ、いさ仕事人の667番台に移ってきました。前回クソみたいに期待させて ART に1回も入んなかったんで、目標 ART1 回は入れる。やったらやしょ。おーびっくりした。相手は誰だろうと構わない。もう中段チェリー引いた気分。おお。リロック3段階リロック3段階熱っ。強制か、強制なのか、強制だ。早速引いたぞこれ。16ゲーム強制リー。おお、10個一気に溜まった。来い来い来い。これ消えるのか。合格。まあこれ経由して依頼の時ぐらいに減ってんじゃないかな。8点。55ゲーム。おお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 お。花屋もなんもないんかい。まあでも赤文字。宇宙姫。またこいつか。何？おりゃー。幼い自分2015。あはー。なんもない。黄昏は黄昏んだけどな。65ゲームで恨み一撃必殺チャンス2個しか溜まってない。恨み一撃必殺チャンス。お、4つに増えた。まだ待っとけ。お前ら2人はダメそうだけど頑張れ。もう終わった。モンド呼んできて。モンド。お、理由はなかなかだよ。理由はなかなか。まだまだ言っといて、まだ言っといて、まだ言っといて。理由まだだよ。理由まだだよ。言っちゃダメだよ。そりゃダメだ。あと2回。いやステップアップが弱いな。相手は誰だろうとか。まずは黄色。赤まで行こう。赤まで行こう。あー厳しい。おー当たった。75ゲーム。オッケー。マスター。いやとりあえず黒が欲しいっすね。やったね。おし、黒7確定。ヘイ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 。必殺。よし、必殺ボーナス。ちなみにこれ駆け抜けると下手すと50枚くらいで終わるから。どんくらい溜まってんだろう。あ、4。あんまり。行くよ。リプレイはやめてよ。あ、スイカだ。熱い。あ、強スイカだ。熱い。これは熱い。
行くよ。いくつもらえんの？あれ？あ、またスイカ引いた。弱スイカ8。ま、マサまで行った。あ、チェリー引いた。おい、どんだけ引くんだよ。強チェハスコン弱チェ、弱チェからのオリックで恨み6個。5来た。あと2個モンドまで行きたい。モンド、あと3ゲーム頼む。あと2個でモンド行ける。モンド、モンドセレクション。おー、リック来た。これ引いたんじゃない？レアクじゃない？これほら来た。これモンドまで行ったでしょ。モンドセレクション、強制引いた。恨み強い。モンドまで行った。誰が行くんだ？誰が行くんだ？決まってんだろ。中村モンド、スーピン、あざす。モンドさん、ちゃっちゃと決めちゃってください。はい、次。そう、はい、もう一個。右から一冊を狙え。もうモンドさんにはもうモンドさんなんでね、安心して。モンドさん、そうでしょ。またレア役引いた。どんだけ引くんだよ。強水か、どんだけ引くんだよ。マジでだよ。モンドさん、マジっすか。俺は行くはずよ。大丈夫だよね。嘘でしょ。はいはいはい、もうもらった。モンドさんですから。右から一冊を狙え。あだーすあだーすあだーす。嘘嘘でしょ、嘘でしょ。モンドさんを信じてます。え、これ以上何があるの。モンドでレア役山ほど引いて第3リールまで行って赤背景で外れんの、マジで。もう漫画読んでいいっすか。後半の実戦は漫画を音読します。マサは適当にバラエティベヨネッタ、俺マジでベヨネッタみたいな子がタイプです。以上。そして仕事人、中村モンド。おい、モンド、モンド、俺確定だと思ってたよ。モンド、マジで疲れましたね。モンド無用で、ええ、惜しげもなくこのレベルのこんな話ができますよ。ええ、バラエティコーナーの稼働がマジで上がってきた。あ、でも嬉しいっすね。僕の影響かどうか知らないですけど。あっつあいわきす。巻き場を打っちゃう。まあこの緑の巻き場を現在360ゲーム、300ゲームから500円くらい期待値あるそうです。で、まあね、まあメーターにしては2個っていう状況で狙う状況ではないんですけど、まあこれ当たるまで打っちゃおっか。今日はせっかくのバラエティー散らかしだし、がっつりしましょう。これ行こう。スタートしました。何を取ろうとしているのか。
着地。状況だ。着地から状況。おお。スイングモード。着地でどんどん増やしたいな。着地がきっかけで。いやー、降格中に2回はトレーニングした。終わった。速攻終わった。投資が17,000円。いやー、これなんかもう天井まで来そうな気がしてきた。何を取ろうとしているのか。誰だ。龍か。この紐の龍。あるねー。泣かないよ。頑張って入れちゃえ、頑張って入れちゃえ。頑張れ。頑張れ。ART しちゃえ。一頑張れ。諦めるな。諦めるな。頑張れ。いけるいける。ラスト。頑張れ。頑張れ。一個はきついか。頑張れ。おー。やっぱ入んねんだよ ART って。チャンス目525ゲームスタートしました。何を取ろうとしているのか。状況だ。状況ルーレットスタート。いや、あと1回ぐらい状況させてくれ。さあ、これで出走確定。よっしゃ、 G1 でお願いします。違うわ。じっくり行かせてもらいます。マジか。ダメダメ、チャンスアップが一切ない。あー、でも厳しいか。ドン、頼むよ。こっちを刺して、こっちを刺して、巻き場を。おお、熱い。ちょっとだけ熱い、ちょっとだけ熱い、ちょっとだけ熱い。さあ、巻き場王は俺の化身。いった、皮むけた、皮むけた、皮むけた。554ゲーム、チャンスオンから、よし来い。おい、ダブルダブル、何もない。男は黙って、勝負モードの。5ゲーム終了。確か5ゲームで5分の1でしょ。男は黙って ART しか見てませんから、いったらよしよ。これで勝負来い。うー、一撃あざす。ほらほら来い、あざす。ストックもいただいちゃいましょう。残り4ゲームで来い。5分の1でしょ、ストックお願いします。ラストお願いします。グイ。さあ、無理だった。まあ、とりあえず ART ゲット。よし、いったろ。さあ、これで初期ゲームどんくらいいけるか。グイ。あー、リプレイはきつい、マジきつい。リプレイはマジきつい。
ゲーム。オールドリー、よし、ベルならまだいいよ。あー、リプレイ、うわ最低になりそう。ちょっと頼むわ、ベルで、よし、でも中ゲーム、二重が良かったな。クイ最低最低、まあ仕方がない。40ゲームでまあサングラッシュ、こっから奇跡起こしゃいいんすよ。とりあえず1100枚いったらしょ。おい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 、これ外れたよ。お、なんか引いたぞ、不況だ。よし、おっしゃ、一気に出走、熱い。何で抽選してた、何も引いてねえぞ。G2 あるよ、あるよ、あーチェリーあるよ、これチェリー引いて G2、 これはある、頑張れ。これはもちろん12ゲームでいきます。これマジ勝ちたい、マジ勝ちたい。 G1 ラッシュお願いします。いいね、親分、中米親分、 OK、 まずはチャンスアップ、頼んます。あー厳しい、あーベアナックル、あー弱い馬ばっかだぞ、熱いぞこれ。あー厳しいか、くい押させて、ここを押させて、厳しいか、チャンスアップなし、こっち押したかったよ、残念、調教することもなく。引いたぞ、ここでスイカ、頑張れ、スイカからの、スイカからの、おお、またなんか引いた、スイカか、ちゃんめがいいな、ちゃんめがいい、スイカ、スイカ作用せず、もうここは勝つしかねえ。3番人気、カスケード1番やばいな、これはやばいな、めっちゃ燃えてる、やばい、反発か、あー燃えてない、くい、おー熱いよ、お互いオーラじゃ負けてない、頑張れマキバオ、おー熱い熱い、チャンスアップ、これは熱い、カスケード以外でお願いします。おー厳しい、ジオハウソウオー、まずいか、頑張れ、やられてる、いやでもチャンスアップも結構あったからな、まず頑張れマクバオ、あー弱い弱い弱い、燃えてないし、青ゴイゴイマキバオ、ゴイさせさせ、おおおおおおお、単発165枚あーもう迎え来ちゃった、おタイムヒーター、マスタングラッシュ何個何個乗っけれんの、来たよこれ、来た、今日一見せ場、やったらやそ行くしかねえ、来い、ここでレアク引かないと、来い、いやまずは行こう、いけ、まず頑張れ、ここ大事、巻き場、おおおおおお、あマジ頑張れ、マジ頑張れ、いける、ただ継続って感じ、頼む頼む、プラスアルファで頼む、ラスト
ラスト、ラスト、グイ！あしゃあない、まあでも続いただけいい、続いただけありがたい。よし来い、もう単発は勘弁して。ここで引いたぞ。まずパドック見よう、カスケード燃えてる、巻き場は燃えてない、マジか。ここでスイカか。おお、ジャンメだ、これは行ってほしいな、これは厳しい、でも勝つ。あー終わった、せっかく引き戻したのに駆け抜けやがった、マジか。マッチゲーム219枚。おー、よかった、最後の強チャンメっすね多分。さあ3ラウンド目、もうなんか引きたい、ちょっと継続率には期待できなそうだから。来い来い、おー来た、スイカじゃなくてチャンス目をくれ、よし、チャンス目引いたぞ、これは出走はしてくれるはず、G1 クイ G3 です。よし、無言の勝利、よし、やっぱ何も言わない方が引きが強い、俺はいいね、巻き場で調子出てきたよ、よし来い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 、あー、いやーどうかな、おい、あー厳しい、来い、巻き場を、そうでしょ、はい、ベルからの10秒、いやーレアックください、レアック、レアックくださいよ、弱すぎる、これ継続しないとマジつらい、10ゲームだけだよ、お願いします、この番組の俺特化ゾーンにマジ弱い、いただきます、オッケー、どうなんだろう、頑張れ、巻き場を巻き場を巻き場を、どー、8セット843枚、あー終わった、少しだけ様子見ます、おー引いた、弱チェフ、状況だ、弱チェフで2ポイント、
ットでトレーニングモード。お、引いた、ここで引いた、おおおおお、よっしゃ、トレーニングモード合格で菅原一撃。よーダブルソロ ART 確定、あざーす。持ってるね俺、よし、これはもう、これはすいません、あれこれ、ああそうか、1種類しかないんだ、85ループよっしゃー、あ、押しちゃった、 ART 確定にしたかったのにポトって今押しちゃった、嘘嘘、演出、85ループ以上何があるんすか、 50% もないね、突入率、やったりやしょう、夢がある、これしかねえ、全馬力が上がんない、いやーレアク引かないと厳しいぞこれは、50ゲームあんだから、全然上がんねえ、やっぱ確実に ART しとけばよかったかな、いやー冒険すぎたかな、あっ、また置いてけぼりか、いやー素直に ART もらっときゃよかった、いやーしくじった、もう終わりっしょこれは、はいよ、あーマジでビッグと ART にしとけばよかった、終わった終わった終わった、さあ見てる方には2016年一発目の黒原アナザーストーリー、結果先に言いましょう、マイナス356枚、3回目にして皆さんもうお分かりですね、この番組1回も勝ててませんですが、今日はね今までの2回と確実に違うところが、いや前回もそうだったかな、でも今回は特に違うところがあります、それは楽しかった、俺スロット好きだわお父さんお母さん俺スロット好きだわね、今年37になりますね。ということで黒原アナザーストーリー、次回は、次回のルールはまた私が来ます、次回はズバリこちら、店員さんに話しかけてその店員さんが好きだと言った台を打つ、これでいきたいと思います、完全にですよ、ここまで来たかってルールですよ、やってみましょう、だからね毎回毎回困難なルールに立ち向かいながらだんだんサマイのマイナスが減ってきてます、1回2回3回ってね、次こそはもうどんな無茶ぶりされても俺の持ってる天運で4回目初勝利を飾りたいと思うので、やっぱり刮目せよということで、今回の黒原アンサーストーリーは以上となります、夕日を背に浴びながら2015年の哀愁を背中に漂わせ、
僕は歩いていくのです。もう負けないのね。まあ負けたけどな今日な。